ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ、講演家の宮崎文隆です。高齢者でない人のモチベーションもアップしたいと思っております。高齢者とは、この高齢者のモチベーションをアップして光り輝く高齢者になろうという情報を配信しているところです。もちろん一般の人のコメモチベーションもアップすることを願っています。今日は2024年、6月の23日日曜日です。まもなく真夜中の正午になろうと、12時になろうと思ってますので、もう 2,3 分で多分12時の時計が打つと思いますが、今日はなんとですね、先ほど石丸伸二東京都知事候補のですねミートアップハッシュタグ5の中で語られたこと、まあそれは今日はですね、東京 MX という東京の地方のマスコミとですね NHK が取材に来てる、その中で、ミートアップ、が行われました。そしてですね、まあいろいろあったんですが、最後にね、すごいことがあったんですよ。これを今日は伝えたいと思います。それは何か、それは石丸伸二候補の秘策の公約が発表されました。これがむちゃくちゃ面白い秘策の発表であります。それは何か、それは東京都立高校187校あるそうですが、その187校の生徒会長に100万円予算をつけるというんですよ。生徒会長に100万円渡して条件はつけない、好きに使ってなんか自由にやれというね、大人ができないことのような、大人がやろうと思ってもできないようなことをとにかく任せるから、生徒会長に任せるから100万円渡すという、いやーこれやるとですね、まあもし石丸伸二東京都知事になればですね、予算が今年の末組みますから、来年度の2025年の予算となります。今12時の時計打ってますから、まもなく24日の夜明けに入ってまいります。まあ夜明けを過ぎるようなこの秘策の案でありますね。続きいきますと、東京都立高の187校の生徒会長に100万円渡す。そしてこの予算になったら2025年の予算になりますから、今の高校2年生が高校3年になった時に100万円もらえるわけです。ということは、今高校2年生の生徒会長の選挙はですね、7月8月9月頃になるんじゃないでしょうかね。そうすると生徒会長の、立候補になったら、もちろんメッセージ演説をせなきゃいけません。その時に100万円もらった時に何を使うかというの話がメインになるんじゃありませんか。いや、大体、生徒会長ならならないならないならないと言いながら、先生がちょっちょっと呼んで、お前なれと言って、まあ、無理やり押し付けることが多かったんですが、今度はなりたいなりたい生徒会長になりたいってバンバン出ますね。そしてそれの100万円もらったのを何に使うかというんでメッセージをして、それで競い合いますから、盛り上がるわ盛り上がるわ、生徒会長の選挙が、いやー、ここに盛り上がる選挙はまあないんじゃないですかね。いやー、そして実はこれは安芸高田市の高校2校あるんですが、そこでも生徒会長100万円やって、実は生徒会長がその100万円でイベントをやったんです。いやー、目につきましたね。あの有名な中国新聞がカラーできちっと載せましたよ。100万円もらったところの高校生の活動、これを見た時には、まあ、やったー、さすが高校生というのは力があるな。もちろん高校の生徒会の中の話をしますけど、それを聞いた周りのどういうんですかね、コンサートやりたい願いがあったら、その歌を歌う人などがね、行きたいと言ってやるぞというね、もちろん周りの男たちも大人たちも高校生が頑張るんですから応援しますよね。いや、むちゃくちゃ盛り上がったの、新聞、中国新聞にカラー出てましたからね、100万円でやったーと思いました。それがなんと今度は東京都知事になった時には、東京都立の187の会長へ100万ずつ送るんですよ。いやー、そしてここは187校ありますから、それのコンペをやってね、金銀銅など
やってね、その金の取ったって学校には、まあなんか商品を出す、まあこれはまだ今からですが、まあハワイ旅行とかグアム旅行とか、まあなんかそういうような感じがありますね。なんとこれは 187×100 万円ですから、1億8000万円です。なんとあの、プロジェクションマップ東京は2年で約50億かけますからね。ですから1年でまあ約20億ちょっとすると、なんとこの企画はね、この秘策の企画、東京都立187校へ政党会長100万円送るというのは、1億8700万といえば、まあ、2億として10年これをできますよ。これにね、まあ、あの、向原高校というのもありまして、まあ、秋田勝の高校はね、会長がね、生徒会長がね、どれだけね、動いたか、その周りの人がどれだけ動いたか、その周りの大人がどれだけ動いたか、広島市からも、いろんなバンドなんかが言ってやろうというんで、すっごい盛り上がりでしたね。いやー、たった100万円といえば100万円、されど100万円、それで人がどれだけ高校生が動かしたか。いやー、ものすごいいい案だと思ったの。これを東京都知事になったら、東京都立高校187校へ配るというんですから、これは面白いですね。いや、面白いというか、すごい人が動きますよ。もう生徒会長の会長を選ぶとこから生徒がうわーっと盛り上がります。そしてそれの父兄、盛り上がります。そして父兄の周りの方たちも、高校の生徒会長が頑張るんなら、みんなボランティアやろう、寄付してやろうとね、100万円がね、もっと増えるんですよ、実はね。そりゃそうでしょう、高校生がものすごい頑張るじゃないですか。ということは、大人にできなかったことが高校生できる。そしてこれは、まあ、政治家になる予行演習みたいなもんですが、公約を掲げて生徒会長になるわけですからね。いやー、政治も関心は向くでしょう。いやー、これはね、盛り上がりますね。そして、今日そのミートアップの放送終わった時に、まあ、石丸伸二候補はですね、一つ二つぐらいお願いしたんですが、一つまあ言いますとね、ハッシュタグナイス投票というのをね、みんなでやろうというんで声かけましたね。これが今、多分この、ミートアップはですね、多分、あれは6万から8万ぐらいの人が見てますよ。それが一斉に、本当のこの呼びかけによって、ハッシュタグナイス投票をしたならば、テレビのマスメディアが、ちょっと世の中を動かす、今まで動かしてきたんでしょうが、この呼びかけ、そしてこの SNS を使った YouTube を見た人が、どれだけの力で発信するかというのを、これは一つの実験です。多分これを、結果がですね、NHK の次第にももちろん発表あるでしょうし、東京の、地方の MX にもでしょう。これは実験ですよね。YouTube で石丸伸二候補が発したことによって、人がどれだけ動くかの証明が、ハッシュタグナイス投票となるわけであります。そしてですね、私は、6月の18日火曜日にですね、実は、こういうのを出してますね。安芸高田市の子供たちが逆手に取るというね、大逆転ドラマ第6回、石丸伸二、安芸高田市の子供たちが逆手に取るというのは、その僕はその時に見てもらえるんですが、生徒会長はですね、とにかく選挙の投票率を上げようというのをね、全国の生徒会長が発信してね、みんなで投票率を上げよう。そしてその流れが、まあ、東京と、東京の大人たちを動かして、東京の投票率を上げて、石丸伸二、候補に後押しできるという、高校生の会長が発信したことが、選挙投票率を動かすという話を、まあ、このしとるわけです。それは、逆手に取るというのは、私が逆手に取るかという、町おこしの運動というか、活動を40数年やってますので、その中で出た逆手に取るのを発信しています。大人でなくて、選挙は子供が変えるというのをやっております。これは、6月の18日火曜日の大逆転ドラマ第6回でね、私はもう先に言ってるんですが、もう私は明けた形の子供が選挙を変えると言ったんですが、これはね、この情報が流れたらね、今の高校2年生、今度生徒会長に立候補できる高校2年生がね、100万円をいかに使うかというのをね、考えて、それを立候補の時に公約として発信する。いやー、これひょっとしたら、大人がガチガチ動きよる子供が、これを聞いて何か動きを出してね、選挙統一がある動きを出したならね、大人ができなかったことを高校生の会長、候補というか高校生が爆発を起こす。
ああ、大は大学生がいろいろ運動やって動かしてたが、今回は高校生が動かして選挙の政治体制を変えるきっかけになる起爆剤になるかもわからないというね、今日石丸伸二候補が、ミートアップで最後のところね、秘策の公約を出しました。この秘策の公約はモチベーションがたーっとアップしました。もう前の12時を過ぎて今発信するところでございます。またこの続き受けよう。